とことんやり込む。どうも、なおちんです。さあ、今日もゼルダ無双をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、やっていくね。今日は、リンクの装備品。これのね、隠された刻印を紹介しようと思います。リンクって、武器がむちゃくちゃあるんですよ。多分60種類ぐらいあると思うんで、それをね、全部やっちゃうと、ちょっと長くなるし、俺のね、ポーチもいっぱいいっぱいで、どうしようもないので、片手剣と体剣と槍を分けて投稿させてもらいます。今回は、片手剣の隠された刻印。これをすべてお見せします。では、行ってみましょう。では、まずはこの武器。木の枝。使う人はあんまりいないと思うけどね。一つ目の隠された刻印が、ハート 30% 以下の時にダメージが 8% アップ。そして二つ目の隠し刻印が、近くのコログを感知可能になる。コログを感知可能になるっていうのは、なかなかいいかもしれないね。ボココンボ。一つ目の隠し刻印が、魔物素材が 6% で追加ドロップ。そして二つ目の隠し刻印が、合成経験値 440% アップ。なぜ合成が入ってるか知らないけども、まあ、使わないね。旅人の剣。一つ目が攻撃速度 4% アップ。二つ目が必殺技ゲージが 4% 溜まりやすくなる。まあ二つともものすごい平凡なやつだし、プラスがついてないものなので、これも弱いね。ディザルフォスの骨。一つ目が合成経験値アップ。二つ目に攻撃速度 4% アップ。また出たね。合成経験値アップ。いらないと思うんだけどね。まあこれがついてます。トゲボココンボ。一つ目に魔物素材が追加ドロップ。二つ目に売却すると売ったお金がアップする。わざわざ合成したのに売ることはないと思うけどね。ゾーラの剣。一つ目に必殺技ゲージが溜まりやすくなる。そして二つ目、注目中の敵へのダメージがアップする。この注目中の敵のダメージアップはすごく使えるよ。兵士の剣。一つ目が戦闘で獲得できる経験値がアップする。二つ目、回避性能が 15% アップする。この経験値アップは俺昔使ってたな。レベル上げによく使ってた。竜骨ボココンボ。一つ目、魔物素材が追加ドロップ。二つ目、強攻撃のダメージが 7% アップする。ブーメラン。一つ目が攻撃範囲 5% アップ。もう一つが攻撃速度 4% アップ。騎士の剣。一つ目に攻撃範囲 8% アップ。二つ目に必殺技ゲージが 7% 溜まりやすくなる。使わないかな。ライネルの剣。一つ目にハート 30% 以下の時に 15% ダメージアップ。二つ目、ガード時受けたダメージの 20% を敵に返す。二つ目の受けたダメージを返すっていうのは特有のユニークスキルだけども、まあ、ガードの時、ダメージそんな受けないから、あんまり意味ないんじゃないの？獣王の剣。一つ目、ガード時受けたダメージの 20% を敵に返す。二つ目、着地の時に 11% で衝撃波が発生する。まあ出ましたね。ガードの時にダメージを敵に返すっていう。ほぼほぼ意味がないんじゃないかっていうスキル。そして着地の時に衝撃波が発生。
リンクはそこまで空中で攻撃しないから意味はあんまりないかな。重心の剣、1つ目、攻撃時 11% で弱い敵を一撃で倒す。2つ目、ガード時 10% でガードジャストが発生する。この弱い敵っていう定義は雑魚敵っていうことだね。ネームドの敵は一撃で倒せません。そして 10% でガードジャストが発生するけども、発生率はまあ 10% でそんなにないですよ。王家の剣、攻撃速度 9% アップ。2つ目、通常攻撃の最後がクリティカル攻撃になる。この攻撃速度がアップするっていうのはなかなかいい。5つとも攻撃速度にするととんでもないスピードになる。で、さらに通常攻撃最後がクリティカル攻撃になる。このスキルも王家特有のやつなので、これはなかなかおすすめだよ。三つまたリザルブーメラン。1つ目、魔物素材が 17% で追加ドロップ。2つ目、戦場特有の素材アイテムが追加ドロップ。まあリザルブーメラン系はランクが上がっていくっていう感じだね。ガーディアンナイフプラスプラス。まず1つ目、古代素材が 17% で追加ドロップ。そして2つ目、状態異常にならない。これはいいよね。軽減ではなくってもう完全に状態異常にならないなので、これはそこそこ使えると思うね。この絵の剣、1つ目、回復アイテムの効果が 13% アップする。2つ目、ハート満タン時にダメージが 8% アップする。この絵はなかなか強い武器だから結構期待してたけども、ちょっと期待外れ感があるよね。それでは最後ですね、マスターソード。1つ目の隠し刻印、ハート満タン時にダメージが 8% アップする。2つ目に与えたダメージを一部吸収しハートを回復する。マスターソードは HP マックスで衝撃波が出るっていう特性があるから、それにものすごくマッチした隠し刻印となってるね。はい、ということで今日はリンクの隠し刻印をすべてお見せしました。まあ片手剣だけなんだけどね。あと体験と槍もありますので、それもねチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価を押してもらうととても喜びます。ではご視聴ありがとうございました。